こんばんは。9月12日月曜日、午後7時になりました。しゃべくり松代が、ごめんなさい、松代テレビ局がお送りしますしゃべくり松代生放送ですね、今日は46回目になります。で、私がパーソナリティということは、いつもの清泉女学院短期大学の皆さんをお迎えしております。NPO 法人夢空間、松代の町と心を育てる会、それと清泉女学院短期大学の国際コミュニケーション科の皆さんとコラボレーションで、城下町、松代で若者による、若者のための町歩きイベントということで、前回も2回ご紹介をさせていただきました。今回は第3回目、今週末の18日本番をいよいよ迎えまして、それの最終のご案内ということでご紹介をしたいと思います。今日は森田ゼミと武田ゼミの皆さんをお招きをいたしました。はい、こちらご紹介してもらえますか。はい、それでは森田先生、募集要項含めまして、はい、ご紹介をいただきたいと思います。はい、清泉女学院短期大学のレディーガガこと森田と言います。装飾系、装飾系代表2回ちょっと同じことは言えない、はい、失礼しました。レディーガガ、はい、9月18日に、はい、先ほどご紹介があった松代町の、はい、活性化も含めまして散策、ルートですね、散策コースというものを、提案をさせていただいているんですけれども、それが9月18日の日曜日に、実際行われることになっています。で、受付が9時15分頃からですね、はい、こちらの街歩きセンターで行われまして、で9時半から、実際のツアー散策を行うという予定にはなっています。チラシでは松代城前というふうにありましたけれども、受付はここでいいんですか。街歩きセンター松代城前でしたっけ。伊藤さん、城の前、机持ってくんだね、あれね。そうだね。はい、じゃあ、場所、松代城前。松代城。はい、はい、はい。あ、すいません。作りました。あ、そうですか。はい。はい、松代城前に。特製受付台を作りました。特製の受付台を作っていただけると。はい、勘違いしておりました。いい。すいません。はい。で、どんどん今も、随時募集。申し込み来てますかね。申し込みを受け付けておりますので、どんどん、申し込みいただければというふうに思っております。もういっぱいになりそうなコースもあるんですね、はい、早めにね、でも写真の方なんかは一応ある程度制限はありますけど、申し込みも少しずつはいただいておりますので、はい、どんどん、プレス発表も終わりましてね、週刊長野ですとかね、いろいろと発表がありました、はい、信濃毎日新聞が今週多分ね出ると思います。ちょうど選挙と重なっちゃうんでね、いけませんけれども、ね、期日前投票をしていただいてそして、皆さんも選挙権あるんでしょ、ね、ある人もいますよ ね、 そうですね、本番を迎えていただきたいと思います。今日は特別にというか、INC の長野ケーブルテレビの方にもお見えいただいて、番組の宣伝兼ねて、番組といいますか、こちらのね、イベントの宣伝もしていただくということでしておりますので、また放送にてご紹介できましたら、したいと思います。はい、それでは早速武田ゼミの方の代表3名さんから各コースのポイント、今までね概要ご説明終わってますので、本当にポイントを絞って、ご紹介をいただければと思います。まずは松代焼の体験コースの方から宮本さんお願いします。私たちが行う焼き物体験コースでは、粘土1キロで自分が作りたい焼き物を自由に作成することができます。もちろん粘土1キロなら作る数も自由です。
お皿を2枚作っていただいても構いませんし、お皿とコップセットで作っていただくこともできます、うん、ぜひ皆さんでお越しください。はい、もう事前に何回か練習かなんかはしてみました。うまく作れた？あ、作ってね。はい、うん、そう、あのろくろは使わないんだね。あ、はい、ろくろの方は使用せずに、はい、あの作ることができますので、お子様でも簡単に作ることができます、うんうん、はい、何作ります？まだ決まってない？はい、まだ決まってないです、はい、また材料でね、はい、箸置き作ってください。はい、頑張ります。はい、お願いします。それでは次は、美写真の方のねコース、春日さん、はい、お願いします。はい、私たちのコースではガイドさんのご指導のもと、歴史、松代の歴史ある街並みや風景を写真を通して知ってもらうコースとなっております。写真を始めた方や写真に興味がある方など、ぜひご参加ください。はい、当日はカメラはもちろん自分で持ってくるんですね。はい、カメラは自分で持ってきてもらうような形になります。はい、はい、動画じゃなくて、いわゆるその静止画の方の写真ということですね。はい、はい、松代の歴史ある建物風景を切り取って、はい、そして最後はここの町歩きセンターに来て、はい、鑑賞会っていうんですか、はい、希望者のみですが鑑賞会を行う予定でいます。ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、次は食のチームの原山さん、はい、はい、お願いします。はい、私たちのコースは松代の風情ある風景を人々に知っていただくために、歴史ある建物を見学しながら建物の歴史や昔話を知ってもらい、松代のお店を回ってお菓子を食べ歩くというツアーです。はい、あの六文銭使ってね。はい、はい、そうです。紙芝居も途中であるんですか？そうです、はい、はい、あります。お菊の、はい、何でしたっけ、お菊の亡霊、亡霊と、はい、大英寺、はい、それは、ね、怖い話じゃないんだね。そうですね、もうちょっと優しい話ですね。はい、はい、どんな話になるかはまたご参加いただいてのお楽しみということで、六文銭というのはね、まさに六文銭で、16軒ほど設定があります。で、食べ物は、取り扱っているところがそのうちの13軒あります。そこのお店を回っていただきながら、そういった由緒ある食べ物を食べながら、それから松代の歴史もお勉強していただこうというツアーの設定になっております。こちらもまた魅力的なね。各コースそれぞれ若干、松代焼きのコースが2,500円プラス入場料が300円、2,800円ね、お金ちょっとかかりますけど、他の方は六文銭のお金600円とかその程度ですね。写真はかかんない、参加費だけだよね。うん、はい、はい、ありがとうございます。それでは、森田ゼミの方の先生、あんずちゃん、濃厚あんずちゃんのね、はい、私たち森田ゼミは、はい、松代のものを使った商品開発をしてきまして、濃厚あんずちゃんとすっきり長芋くんを開発しました。はい、濃厚あんずちゃんはあんずフローズンでヨーグルトを使った冷たいスイーツとなっています。前、松代の方に試食をしていただき、ご意見をいただき、生クリームを減らしてあっさりとした味に改良して食べやすくなっています。はい、続いてはすっきり長芋くんのねご紹介。あ、塚田さんね、その前にね、塚田さんのブログの方も更新結構一生懸命されてて、さっき見たね4640で、自分がやったら4641になりました。はい、前回ね3000でしたっけ、3000この番組終わるくらいにはなんて話してました。もうすごいペースで、上がってます。おそらく今週にはもう5000オーバーでね、いっちゃうかと思います。はい、ということで、一生懸命、愛称塚ちゃんのブログの更新もね効果あり、宣伝効果ありということで、ね、ありがとうございます。それではすっきり長芋くんのご紹介をお願いします。はい、ではブログでもお世話になっております塚田です。一応よろしくお願いします。はい、また聞こえ出してうん、そうですね、やっぱブログ書いてるので、なんていうんですかね、見ていただいてるということで、なんかすごい嬉しいなと思ってます。これでも、はい、ということで、すっきり長芋くんの紹介をしますね。はい、は
長芋ジュースです。スッキリ長芋くんは味が3種類ありまして、はい、1つが若者向けの抹茶味で、残り2つが抹茶小豆、黒蜜、きなこ味という、はい、ご年配の方向けの商品になってます。で、先ほど森さんも言ってましたが、うん、松代で行われた試飲会の後、少し先生松代の方から甘みがちょっと強いんじゃないかっていうご指摘をいただきまして、うんうんうん、砂糖を減らして、で甘みを抑えて、まあ、長芋とかその他きな粉とかの甘みを引き立たせたものが完成形になりました。はい、はい、で、このドリンクとアンズフローズンは、18日の当日に2カ所で無料配布、無料提供させていただきます。この町役センターとおやき屋さんかな。はい、おやき屋総本家です ね、はい、ね、総本家でね、はい、提供します。はい、提供します。で、3つのその武田ゼミのコースの中にその提供場所は含まれてますので、はい、はいはい、ぜひお楽しみに。それも楽しみだね。はい、ね、はい、完成形の味は、はい、ありがとうございます。はい、それと小沢先生の授業の中、一環の中で、はい、開発されたカレーの方もあれですね、ご提供いただけるということで、これはどのコースになりますか。美の子、美松市のコースですね。はい、そうですね、この、はい、ちょっと、あ、でも、まあいいです こちらのスープカレーの説明になるんですけども、うん、美松市のコースで写真を撮るコースですね、はい、ので提供することにはなっています。こちらの松市歩きセンターで、松市センター戻ってね、そうですね、はい、はい、ちょっとこちらいいですかね。はい、いいですよ。はい、一応完成形で、これは実際に試作した写真でして、あ、そうですか、学生が撮影してくれたもので、あ、すごく本物のプロが作ったみたいに見えるんですけれども、材料が大きくみんな入ってるんですね。そうですね、大きめに実際に焼いたり、煮て油通ししたようなものですとか、はい、ものが入ってますね、うん、はい、でこちらは先ほどの写真のコースですね、うん、はい、の方で、まあ、限定20食ほど今予定はしておりますけれども、はい、提供させていただくと、はい、無料提供になっています。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。チラシは前回ね、これね、見ていただきましたけれどもね、こんなことで、これも学生さん手作りでね、作っていただいて、はい、これもプレス発表あったんだよね。プレス発表っていうか画面は載ってないけど、内容は一応市民新聞とかね、発表にありました。はい、わかりました。森田先生、今日ね、はい、ブログでね、ブログで、終わった後また更新しますから楽しみに見てくださいということで、ね、はい、今日の模様もご案内するようになっておりますけれどもね、はい、わかりました。最後に何か一言、先生、最後ですか。ええ、まあ、塚田さんちょっと緊張気味に喋ってましたけれども、はい、かなりね、ええ、ブログとは全然違うじゃない。塚田さんの記事を毎回チェックするんですけれども、ええ、本当はもっと尖った記事を書く学生ですので、うん、そういうちょっと面白い学生も一緒に開発した、商品だったりしますから、どんな味か飲んでみたくなるんじゃないかなと、そうですね、いうふうには思います、はい、何が入ってるって言ったっけ、ポイントは何って言ったっけ。この間千夏さん言ってましたよ、愛情が入ってます、愛情が、はい、ね、言ってました、はい、たっぷりたっぷりね、はい、お砂糖控えめで愛情たっぷりね、美味しいね。はい、分かりました。本番9月18日日曜日終わりまして、また10月に入りましてね、この本番の模様を、それから生鮮祭も10月の半ばにあります、はい、これの告知も含めてまた皆さんに、おいでいただければというふうには思っております。18日日曜日、あと日にちがわずかありますので、お申し込みお早めに、もう時期いっぱいになっちゃいますんでね、そうですね、また三田センター長の方へね、ご相談いっぱいになっちゃったらご相談をしていただいて、なんとかね枠を広げて、はい、皆さんできるだけ多くの皆さんにご参加をいただけるようにお願いをしたいというふうに思っております。いかがでございましたでしょうか。お送りしました第46回のしゃべくり松代、
皆さん一生懸命ねやってこれで完成です。いよいよ本番迎えてますので、頑張ってね、一生懸命やりましょうね。ファッションの人にみんなで喜んでもらいましょう。はい、本日はお忙しい中お入れいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週のしゃべくりましろ、19日月曜日になりますね。敬老の日ですかね。片桐さん、敬老じゃないね。まだまだ、はい、あ、すいません、申し訳ないですね、すいませんね。敬老じゃないね、敬老じゃないけれども敬老の日ということで、パーソナリティは私どものカメラ部長、片桐さん、はい、お願いします。はい、ゲストはどなたに。ゲストはね、真城古民館長のね、ほやまさんにお願いしてあります。あ、そうですか。それで、まあ、あの古民家というとね、皆さんそれぞれ、社会教育ということでもってね、十分ご承知かと思いますけれども、より深めたお話をいただくということで ね、今回はより身近な、いろいろなお話を、古民家ね、いろいろ活動されてるわね。はい、そうですか。まあ、特にどんな、大きな事業としても、ね、やっぱり成人式、これが一番大きな事業ですよね。それから、まあ、スポーツ祭とか、そういった、ね、地域住民に密着した、そういった活動が ありますので、ぜひその辺のそんな、ね、お話を聞けるといいと思います。よろしくお願いします。それでは来週の敬老の日、19日のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。それから松代、また見てねー。